れは辻馬車の御車。水がめが倒れて飲み水がなくなったんで、ここまで汲みに来たのさ。馬車か、助かった。馬車は首都へも。ああ乗せてもらおうぜ。もう歩くな。そうね、私たち首都までとなると一人一高い。そうか、安いじゃん。首都に着いたら。そうはいかん。これを。お前いいもの持ってんな。最新型陸上装甲艦。マルクト軍？どうしてマルクト軍がこんなところをうろついてるんだ。当たり前さ。何しろキムラスカの奴らが戦争を仕掛けてくるって噂が絶えないんで、この辺りは警備が厳重になってるからな。ちょっと待って、ここはキムラスカを。何言ってんだ。ここはマルクト帝国だよ。マルクトの西ルグニカ。冗談じゃねえぞ。この馬車は向かってるのはマルクトの首都、偉大なピオニー旧姓陛下のワス。間違えたわ。平成に言うなっつうの。なんでま土地勘がないから。あなたこそ。俺は軟禁されてたんだ。外に出たことねえんだ。なんか変だな。いえ、マルクト人です。訳あってキムラスカのバチカルへ向かう途中だったの。シャシャと。それじゃ反対だったな。キムラスカ行くなら橋を渡らずに、もっとも橋が。マジかよ。俺たちは東の園芸部を経由してブランコクマへ向かうが、あんたたちはどうする。さすがにグランコクマまで行くと遠くなるわ。園芸部でキムラスカへ戻る方法を考え。歩いて園芸部へ行くよ。園芸部はここから。
ひらめいたぜ宝珠鉄ハッサッハッヘイハッそう出たさあ、片付いたぜI'm sorry.
強くなったな。